あの人の現在。元 HKT48 のメンバーだった谷口愛理さんですが、突然脱退されましたが、脱退理由は何だったのでしょうか。今回は谷口愛理さんの現在の活動内容についてご紹介していきましょう。2014年にはグラドルとして芸能界復帰した谷口愛理さん、芸能事務所オフィスアウェイに所属して、2014年11月にはファースト DVD ファーストラブ、2015年3月にはセカンドアルバムアイリスリリースなど、最初は積極的に活動していたようです。しかしその後あまり売れなかったのか、徐々に芸能活動は少なくなっていき、フェードアウトのような感じになったようですね。真面目に芸能活動していなかったのか、人気がなくなったのかは分かりませんが、やる気は感じられないですよね。もともと素行は悪かったと言われていますが、高校に入学し、それからさらに悪くなったと言われています。谷口愛理さんが通っていた高校は福岡でも3本の指に入るほど荒れた高校で、谷口さんはヤンキーの彼氏と交際を始め、その彼氏の影響でますます素行が悪くなったということ。 HKT48 を辞めた後はモデルを頑張りたいと言っていたのに、芸能活動もそうですが、学校にもあまり行かなくなったということで、芸能界から姿を消したということのようです。その後ですが、実は地元の福岡でキャバクラ嬢をやっていたということですよ。福岡中洲の高級キャバクラということで、以前の美少女とは違い、大人の色気ある女性に変身していました。源氏名は井川ルナということで、とても人気があったようです。アイドルからキャバ嬢ってすごい転身ですよね。でもその美貌もあり、キャバクラではとても人気だったということです。元 HKT とは公表せずにキャバ嬢として活躍し、 TikTok でも8万人以上フォロワーがいるほどの大人気で、老舗キャバクラ雑誌で表紙も飾っていたというから、やっぱり美女だったのでしょう。また芸能界復帰も狙っていたようで、ナッツ専属モデルオーディションに参加もしていたということです。やはり一度芸能界に足を踏み入れると、またその光を浴びたくなっちゃうんですかね。でも谷口愛理さんほどの美人であれば、確かにまた芸能界復帰できそうな気もしていました。しかし2020年4月16日、大麻取締法違反で福岡県警に逮捕されてしまったんですね。谷口さんは容疑を否認しているそうですが、どうやら交際相手の彼氏が半グレのようで、監禁及び傷害容疑で逮捕されたということ。その彼氏を調べていて、捜査線上に谷口愛理さんの名前も上がり、芋づる式に逮捕されたということのようです。その後谷口愛理さんがどうなったのかは情報がありませんが、ものすごく波乱万丈の人生を送っていますよね。付き合う男性が悪いっていうのもありますが、男を見る目がないと思いますよ。もっと付き合う相手を考えた方がいいですし、自分の考えをしっかり持って行動してほしいですね。まだ若いですし、今後の谷口愛理さんに期待したいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。